はい、どうもタンタンです。今日はウクレレベースですね。ちょっと久々にご紹介したいと思います。こちらのモデル DCT から出ております。まあ、エントリーモデルというか、まあ、かなりリーズナブルなウクレレベース UKB の100というモデルですね。オールマホガニーボディのベースでございます。で、ちょっと待って、1回生音でもね、やっぱりこう箱がしっかりしてるので、ある程度なるのかなと思います。こう家の中でこうベースをねこう楽しむ分にはまあギリギリ大丈夫かなぐらいですね。アンプがあった方がやっぱりあの低音域の鳴りとかはねしっかりと自分にも聞こえるので、まあ、できればあった方がいいかなと思うんですけれども、なしでもこのぐらいの生音は楽しめるかなと。独特のこの、まあ、ウレタンかなのこの弦がね、音色が、まあ、本当にちょっとなかなか他のベースとも違う雰囲気になっているかなと。で、アンプ通すとやっぱりこうしっかりと、でやっぱりね、なんていうんでしょう、ちょっとニュアンスとしてはエレキベースみたいな感じっていうよりはちょっとウッドベースに近い雰囲気の音の、まあ、なんていうかな、張りがあるっていうわけではこう鉄弦のねこうカシッとした音とはまた全然違った雰囲気でこうアコースティック感、エアー感が楽しめる、そんなベースになってるかなと。まあお手軽に家でねエレキベースみたいな感じでしっかりとアンプなりなんなり組んでよし弾くぞという感じよりはこういったこう生音感、アコースティック感が楽しめる、そんな一本なのかなと思います。はい、お手軽な価格ですしね、そういった楽しみ方もいいのかなと思います。はい、ということでこちら DCT から出ております、ウクレレベース UKB の100ですね。オールマホガニーボディのウクレレベースでございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。